ロンドン共同英会員、定数6、150、総選挙は12日午後10時、日本時間13日午前7時に投票が締め切られ、直ちに開票された。BBC 放送が伝えた獲得議席予測によると、 ジョンソン首相を率いる与党の保守党が第一党を維持した上、過半数を獲得する勢い。選挙戦では欧州連合、EU、離脱問題が最大の争点となり、少数与党に甘んじていた保守党が過半数を獲得し、 政権基盤を強化できるかどうかが焦点となった。保守党が過半数に届けば、来年1月末に離脱を遂げるとした公約の実現に近づく。過半数割れとなれば離脱の先行きは再び見通せなくなる。大勢判明は13日朝。 日本時間同日午後の見通し。